背景地図というのがありますけど、ここに背景地図というデータというのがありますので、よく間違うんですけど、地球地図というのは地球地図のデータとしてあるから、それを背景として見るということで、背景地図として使うことが多いんですけど、自分がそのデータを使って、そのデータ、地球地図のデータを加工したいと、修正したいという場合は、ユーザーレイヤーとして読み込んでやると、いうふうになります。ですから、今日使うソフトでは、CF ファイルという地球のCFファイルでできている地球地図のデータを、何も触らないと、背景の地図として見るだけの場合は、背景地図として読み込みますし、自分がそれを、いろいろ修正したいという場合には、ユーザーレイヤーという方から読み込みます。そういうふうに、思いますから、 両方もちろん体験してもらいますけど、そのように、なっています。まあ、その辺が今回よく使う用語でございます。その上に、地球地図の背景地図というのがございます。これをダブルクリックしてください。今はマプスコのスペックも、良くなってますんで、こうやって、もう皆さん表示されていると思います。 少し前までは、これだけ大きな データを読み込んでもですね、しばらく待ってないと画面に出てこないという状況ですけど、今は相当速くなってますね。特に地図というのはデータ量が多いんでですね、家庭用のパソコンでは本当に今まで使うという環境をなかなかならなかったですけど、今はそのようにですね、問題なく使えるような時代になりました。で、 今、右のところに表示項目の設定という、これをもう最初から表示するようにしてありますから、このような画面が出てると思います。で、ここのところに、注意してもらいたいのは、ユーザーレイヤーというのが一番上ありますけど、空っぽになってます。で、その下に背景地図というところに、空港から始まって人口集中地域まで、こう、並べてあります。で、その下に、ラスターということで、4種類の画像があります。で、 例えば、そうですね、このチェックボタンを、今、あえて2つ消してます。空港と都市というのは。ちょっと都市というのを入れてもらうとですね、このように、都市の位置とその文字が、こう出てくるんです。これは今、グレーで、わざと表示してあるんですけど、これを黒で表示したら、もう、本当に、画面に黒いっぱいが広がってるわけですね。邪魔になるんで、これ今、こう消してあります。拡大した時にそうやって見ればいいんですけど、 この状態でそれを表示すると非常に汚いですから、あえて消してあります。この中で、例えば赤いのが道路なんで、道路のチェックをしてもらうと、道路が表示できますね。このようにやって、画面に表示する、読み込んであるんだけど、それを全て表示、別に知らなくても結構なんです。このところで表示するものをクリックして表示するわけです。で、じゃあ、まあ、ベクターデータ、 チェックを外してみてください。このように、ベクターデータというのが全部今表示になりましたね。で、じゃあ、今、ラスターデータというのが、土地の利用、まあ、さっきも言ってましたけど、エルユーランドユースということで、土地の利用、土地の被覆、標高、植生というものが4枚全て読み込んであります。で、今、一番上にある土地の利用というのが表現されています。 これチェックを外すと2枚目にある都市の被覆が表示されます。それを消すと標高のデータ。最後が植生のデータというふうに、この地図の画像の、地図の画像の場合は、一番上にあるものが見えるわけですね。上にあるこのベクターデータというのは、例えば道路と鉄道というのを見ると、両方とも重なってこう見ることができるんですけど、画像の場合は、このように上にあるものが見えます。で、 この順番を変えたいという場合は、ただ土地の利用をですね、選んでいただいて、この下にあります、背面へとか、一番下へ持っていきたいなら、再背面へということであると、一番下に土地の利用が行って、土地の被覆が上に行きます。そうやって順番を変えることも、できますね。そういう変えることによって、いろんなものをこう見るということですね。それから、 もう一つはその地図の画像のデータをですね、透かしてみるという、これはまあ紙と違って便利なところですけど、二つの画像を重ねてやって、
見るということです。よくあの時代とともにだんだんこう森林が少なくなってるとか青くなってるとかそういうものを見るときに、じゃあちょっと一番上の土地の起伏っていうのを選んでいますね。これをダブルクリックするか、この詳細っていうのを選んでいただくと、このような窓が開きます。ここのところで、この画像をちょっと薄くするという、これはただ色が薄くなっているだけです。もっと薄くすると。これはなぜこのような窓があるかと言いますと、上にいろんな情報を入れるときに、この下に濃い画面があると、せっかく入れた情報が浮き上がって見えないということで、このような指標というのがあるんですけど、そうじゃなくて、透かしてみたいという場合は、この透明度というのがありますが、これを右にこう寄せると、だんだん、そういう透けて見えて下の標高が見えてきます。今、4種類の違ったものがこうやってありますから、あれ、どうで変わってるのかなということでですね、こうあまり分かりませんけど、これが透明にだんだんなっているんです。でこれが例えば年代の違う森林のものを重ねてみておくと、だんだん森林が減ってるなとかっていうことが分かります。まあ、そういうような使い方をこの機能では使われたらいいと思います。はい、で、今このようなことで背景地図ということで、やりましたね。で、この中で例えば、鉄道の色が今、赤い色ですけど、これを色を変えたいとかっていう場合にはこのところで、線の太さをですね、もっと太いものにしたいとか細いものにしたいとかっていうことで選んで、例えばちょっともうちょっと細くしましょうということで細くして色を何にしましょうかね、ちょっと黒い色にちょっとしたいというようなことで、これでやっとこう黒い色にこうなるわけですね。こういうふうに、これを選んで変える。で、これは、ただ、最初にも言いましたけど、背景地図の場合は、すべてのものがすべて、いっぺんに変わってしまいます。ただ、見えるだけで、で、これじゃあ、この鉄道がなくなったから、このところで、鉄道がなくなったから、これをですね、取ろうとかっていうことはできません。その場合は、この次にある、ユーザーレイヤーの方に読み込んで、それを作業するようになります。それから、あと今日の午前中の説明でもありましたけど、この例えば都市の被覆、このデータは拡大していきますと、こういうふうなモザイク、一つ一つのこの四角のタイルになります。でこれが30秒メッシュっていうことで、1キロメッシュというんですかね、赤道上で約1キロ、30秒ということで申し上げましたけど、まあ、これをじゃあ実際見てみましょう。表示というところにですね、ボタンをクリックしてもらうと、上から5番目ですか、経緯線というのがあります。その経緯線を選んでいただくと、まあ、経緯線を表示しないということになっていますので、入れるということでチェックを入れてもらいます。で、今はこの画面に適したもので、ということで、もうデフォルトのものが表現されてますけど、これをじゃあ固定ということで、経緯線の間隔が固定というのを選んでいただいて、30秒というのがありますから、これをこうクリックしてください。で、忘れないことはこの経緯線のチェックということですね。で、これで OK と押してください。で、今はここに出てませんけど、これで30秒したら、もう本当に細かいですから、これ拡大してください。そうするとこう、30秒の経緯線が表示されて、その一マス一マスが30秒っていうことが分かると思います。このように地球地図のこの画像のデータというのは、こういうその30秒ごとのタイルが、そこが、まあ、土地の利用でも何なのかということをデータ化してあるデータになります。まあ、それをぐっと縮小してみると、こういうふうにこう見えます。都市の比較でもこういうふうに見えますけど、実際元のデータはこのように、まあ、作ってあるということになります。はい、いいでしょうか。